1月の10何日だっけ5日の土曜日でございます。天気はこんな感じ。よし、今日の朝食です。なんかピーナッツクリームの入ったコッペパンとクラッカー、なんかこれつぶつぶ感があって美味しいです。なんかこういう系のクラッカー好きなんですよね。美味しいです。インコまだ寝てますね。背中にくちばしが刺さってます。あ、やばいやばい、またこれつけたままやってた。よっ、たまに忘れる。よし、今日はエレベーター来るな。しょうがない、階段で行こう。今日は久々に講習、教習というか、まあ模試みたいなやつなんですけど、それがあるんで今から行ってきます。少し今日は早めに出て、なんて言うんでしょうね、まだこの先の予定が分かってないんで、それをちょっと窓口に行って決めます。なんでちょっと早めに出てます。もう最後に行ったのは最後に行ったのはいつだろうな。1月の5日とかだった気がする、記憶だと。だから10日ぐらい空いてるのかな。10日ぐらい空いてます。でも全然ね、教習者の予約が取れないらしく、めちゃめちゃ混んでるらしいんですよ。なんでちょっといろいろね、今行って予定を組んできます。いやー、なるべくね早めに終われるといいんですけど、3月ぐらいにはねもう仙台に行きたいんで。でもどうだろうな、2月に入ってから仮免になるんですよ絶対。それは仮免の資金がね、平日の午前中しかやってなくて、学校あるときは無理なんで、休み、なんか長期的な休みに入んないと、平日休みの時じゃないと受けられないですよね。なんで仮免は絶対2月になりますから、まあ仮免が一発で受かったとしても、その2段階の路上教習とか高速教習とかいろいろあると思うんですけども、それさすがに1ヶ月で終わるかなと。さらに1ヶ月で終わる気で自分が頑張ったとしても、予約また通れないかもしれないじゃないですか。2月多分ね、ここら辺みんな休みになると思うんで、また2月で一気に教習みんな予約入れるかもしれないんで、自分が頑張ったところで早く終わるわけではないんで、まあ、ちょっと今日予定組んで分かることでもないと思いますけど、ちょっと、まあ、とりあえず行ってきます。じゃあ屋外ウォーキングをよいしょ計測しながら行きます。最近全然エクササイズリングを達成できてないんで、頑張んないと。あそこ工事してるってですね、粒を止めになってます。何の工事してるんだろう。どうせならあそこめちゃめちゃ凍るから、ロードヒーターもでも入れてほしいんだなんつって、まあ入れるわけないと思いますけど、何を工事してるんでしょうね。所要時間19分、 1.62 キロ、ペースが、ペースこれどういう意味で読むんだろうな、まあ未だ分かんないですけど。そして消費が100カロリーもいってない。
さあ、ということで終わりました。今日はあのテストだけだったんで、まあ、2時間連続だったんですけど、まあ比較的楽だったかなと思います。で、あの予定なんですけど、まあ一応その家でいろいろ予定見て決めなかったんで、一応あの予定の紙をもらって、でそれにあの記入する感じで持ってきてくれってことだったので、まあ、それちょっとね、まあ、ダメな日を書けばいいんですよね。ダメなところに罰を入れて持ってきてくれってことだったんで、それちょっとね書いて、まあ家で、家じゃないと多分予定わかんないんで、家で帰って持ってこようと思ったんですけど、明日とかね日曜日持ってこうと思ったんですけど、明日休校日らしいんで、ちょっと今日の夕方に持ってこうと思います。ちょっとねバタバタするかもしれませんけど、予定表だけ出しに今日行きます。もう一回、今日なんか2回模擬試験みたいなの受けて、1回はなんか合格点行ったんですけど、2回目があの全然合格点行ってなくて、全然もうやばいです。仮面1回で受かれる自信がないからちょっとやばいですねマジで勉強しないと。なんか今日は道路昨日に比べて凍ってるところがないんで、今日気温ちょっと高いんですよね。最高気温4度とかなんで、凍る気温じゃないっていう、あの白線のとことかも凍ってないですし、昨日はもう本当にねこう人が歩ってったところはもう本当に締め固められて全部ツルツルだったんですけど、今日は全然凍ってないんで歩きやすいです。マジでね、雪降るのは100歩譲っていいんですけど、凍るのはねマジで嫌なんですよね。なんかね仙台、まあ仙台あと2ヶ月ぐらいしたら行くんですけど、仙台って雪降るのかなと思って、なんかあのこの前、あのこの前って言ってももう2ヶ月ぐらいですけど、アパートを探しに内見に行った時に不動産の人にまあどんな感じか聞いてみたら、雪が降ることはまあっていうかね、まあ雪パラついたりすることはあるけど、積もることはまれって言われたんですけれども、結構気温が下がるんで凍るって言われました。凍る、あ、だから積雪よりは凍結の方がひどいかなっていう感じで言われたんで、ちょっと怖いですね。でもうなんか仙台の場合はなんかみんな雪慣れしてないから、もう本当にこう雪ちょっとでも積もったりとか凍結したりすると、もうバスとかがもうストップしてしまうみたいなこと言われたんで、そしたら歩いていかないといけないんでね、そういうとこ大変ですよね。まあこっちの方はこの前電車止まったといえ、まあ雪がちょっと積もったぐらいではまあ止まんないんで、まあ、東京とかだったらもっと広いと思いますけど、まあ、仙台もねちょっと路面状況が悪かったら公共機関が荒れされるみたいなんで、そこら辺はちゃんと把握しておかないといけないですね。でうち の, あの一応キープしておいてるアパートなんですけど、なんかちょっと登ったとこにあるんですよ。登ったとこにあるんで、あのだから家賃とかがあの部屋のスペックで安いっていうのもあるんですけど、あのあそこ凍ったら怖いだろうなって思うんですよね。結構急な勾配があって、まあ、全然ねそこの坂を登ることに対しては抵抗ないんですけど、凍ったらやべえなと思うわけなんで、ちょっと怖いですよね。もう自転車とかは多分置かなくて乗れないだろうし、歩くにしても転んだら滑っていきそうなぐらいの勾配、そんなではなかったからさすがに、でも結構急な勾配だったんですよね。あの飯盛山とかよりは急な勾配だったんですよ。しかもなんかぐねぐねしてて、なんかまあ、他に、まあ、道あると思いますけど、あの内見回りした時に通った道めっちゃ細くて怖そうだったんで、ちょっとね、まあ、普段通るのはいいけど、
冬は怖いかもなというとこですね。まあ、そしたらまた抜け道とか探すしかないですね。良さげなとこ。さて、42分ちょっと止めるの忘れてた。よいしょ。こんな感じでした。一応100カロリー消費したわ。さあ、そういえば、インコを観察する動画を撮ってたんですけど、どうかな、バッテリー残ってるこれ。さすがに切れてるか。これ切れてると保存できてるかがわかんない。よし、昼飯食べましょう。どうすかな。はい、昼飯バジルパスタです。うまそう。バレたか、隠れてたのに。お兄ちゃんの手に伸びろ。手にも乗らず。お母ちゃんがいいよね。なんか自転車置き場漏水したみたいです。やば。っていうか天井裏こうなってるんですね。頭上注意、頭上注意ってなってます。自転車もなんか移動されてます。っていうかなんか配管が濡れてる感じがするな。これまさか配管から漏れてるとかはないよね。やばくない？そしたらとうとう何も流れてしまった。ここ自分の通ってた小学校があったとこなんですけど、ここに校舎取っててるんですけどね、もう会ったこともない。代わりにこっちに新校舎が建てたっていう感じですね。本当はね、学校って北側に校舎作って南側に校庭作るんですけど、逆だったんですよね。こっちが南側なのにこっちに校舎建てて北側校庭だったんですよ。だからちょうどいいところで、一応前の校舎にと併存させて校庭の部分に新しい校舎建てて、でそして移動してから校舎なくしたみたいです。だからなんか仮校舎とか作んなくてもなんか良かったらしいですけど、古い校舎に古い校舎と一緒にね、あの古い校舎が壊す前に建てたんで、そういうことはなかったみたいですけど、なんか噂によると屋上にプールがあるとかないとか悲しかったです。さーて、友達に食べ物を買ってもらいました。これ食べます。まずはビッグポークフラッグ、絶対うまいに決まってる。うまっ。お、滑った。味噌焼きおにぎり、大豆の味噌使ってるらしいです。美味しいに決まってる。いただきます。お、うまっ。想像以上にうまい。すごい美味しいですよ。普通の味噌にいいと違う。本当にあの、あ、切れたかと思った。なんかあれだ。なんかあれの味がするね、本当に。大内塾とかで出されるような、あの、なんかよくあるじゃないですか。餅に、違う、餅が、なんか、棒に刺されたやつみたいな。本当そういうのについてるような。味ですね。すごい本格的。で、さあ、ブリート。これなんか、エンチラーダっていうやつ、新発売の味らしいんですけど、ポケットに入れてたら、めっちゃ下に寄っちゃった。旅するブリート。なんかメキシコの料理みたいですね、エンチラーダって。あ、うまい。あ、若干辛いですね。うん。なんか若干辛いっていうか、なんかそんなにね、すごい辛くはないけど、口の中に広がる辛さ。そして味的にはあれに似てる、よくクリスマスの時とかに出てくるあるじゃないですか、ご飯の上に
エビが乗っかってて鍋ごと出てくるやつあるじゃないですか、あのトウモロコシとか乗ってるやつ、あれに似た味がする、あれの辛いバージョンみたいな。うわ狭い、避けとこないなこれ、まあ、あんまり味わったことない味なんで旅してる感じはするのかな。美味しいです、うん、メキシカンで感じ、味もなんか少し混ざってる雰囲気がしますね。美味しいです。チーズも入ってるのかな、そうだね、すごい。でも初めて食べた感じです。チーズの段あの感じも強いな、結構伸びる感じ、断面こんな感じですね。うまっ。おにぎり盛大に焼けるの失敗した。ちなみに一番筋子が好き、うまいです。そして安定のレッドブル、これは神の飲み物ですから、ああうますぎる。よし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 、さあちょっと車高に予定表だけちょっと出しに行きます。どうだ、すぐ終わるか。一応ね日曜日は入れないようにしておきました。2月は日曜日はあのスノボとか行くかもしれないように1は入れないでおいて、でまあ2回ぐらい学校があるんで、2回ぐらいは学校があるんでその日は開けてっていう感じでしたかね。はい、でそれをちょっと出してきます。なんか警察が今日多いな、ここに来るまでで3台ぐらい見かけてる。終わりましたけどめっちゃ道路混んでる、混みすぎでしょこれ、信号の時まで並んでますよ。一応なんか予定表あっちで預かってもらって、予定分かり次第電話もらうことになりました。なんかすぐはまあ分かんないでしょうけど、っていうかね次の教習があったらその時ってなるでしょうけど、もう今日のからね予定が入ってないんで、まあ、おそらく1月はもう教習ないと思います。というのもなんかあのテストで、なんかテストの時はね入れることできないんで、てかテスト1週間前ぐらいから入れてダメって学校に言われたんで、もうそうするともうほぼ1月、まあ、1月の末ぐらいにテストあるんですけど、だからもう19とかから入れられなくて、なんでもうほぼ1月の教習は多分ないと思います。だから2月からかな、はい、2月も一応毎週日曜日は行かないことにしといて、でまあ学校2日ぐらいあるんですけど、それ時以外入れるようにしてきました。あとあっちで空いてるところに入れてもらえると思うんですけど、でまた仮面次第ですよね、仮面がうまく何回で合格するかにもよりますけど、全然点数取れなくてあの何回も受けるか一発でクリアするかによって予定全然変わると思うんで、まあそれは自分の頑張り次第ですけど、それはどうなるか、どうなんだろう、早めに出してる方なのかな2月の予定。みんなね2月の予定出し始めると多分早いもん勝ちで予定が入っていくからどんどん埋まっていっちゃうと思うんですよね。だからもう早いするとね、まあ、頑張れば多分ね2月中にもらわれるか分かんないですけど、もうめちゃくちゃ混んでる状態だったら多分3月に入っても終わんないだろうし、多分今俺が早い方で結構ね予定が空いてるのであれば、まあ結構進められるんじゃないかなと思うし、もしも自分より前にもう何十人も出してる状態であれば予定入れない可能性はあります。というかまずみんなどのタイミングで次の月の予定を決めるんだか分かんないな。今1月15日なんですけど、半月前に予定決める人っているのかな。予想では早い感じするんですけど、どうなんだろう、もうみんな早め早めで半年前ぐらい、違う半月前ぐらいに決めちゃってる可能性もあるんで、どうでしょうか。これ今出してきたのが早い方であれば2月うまいこといっぱい入れるかも。というより路上出るのがマジで怖いです。この車のゴミゴミの中に紛れると思うとね怖いな。混んでる時間とかに当たりたくないですよね、できれば昼間とか。多分この時間が一番混んでますよね、今6時過ぎくらいなんでね、みんな帰るとこだと思うんで一番混んでる時だと思うし、っていうかね車高出て
真っ先に坂道なんで、あそこで止まったらもう初っ端から坂道発進しないといけないっていう。今ちょっと友達と来てる、あの遊んでてそのついでに来てるんですけど、友達が祇園に待っててもらってます。本当はビッグボーイでも食べていこうかと思ったけど、ちょっと銀行に、今銀行っていうか、あの自分ゆうちょだから郵便局だけど、お金預けてきちゃって、ちょうど今、てか預けすぎたな、今3000円しか手元にない、5000円以上ぐらいは残しててもよかったかも。なんか絶対あると使っちゃうだろうなと思って多めに預けちゃいました。まあいいけど。よし、綾鷹カフェと七チキゲット。うまそうじゃないですか。 何入れたんですか。はんぺんと大根と卵。いいっすね、いい組み合わせ。はい、じゃあ友達と雑談動画です。じゃあ新生活について、新生活についてって言っても何を語るの。やっぱさ環境変わるじゃん。うん、やっぱさ大変じゃね。そうだね、なんか周りの人もそうだしさ。そうそうそう、場所も変わるじゃん。うん、友達とかも作り直しだし、あっちでは。うん、まあ全然仙台とかさ知り合いいないから、人間関係とかはあっちでは作り直しだよね。それが大変だと思う。やっぱさ人によってさ、うん、親もいないじゃん。そうそうそう、自立って大変そうだよね。でも親いないことで結構ないんだよな俺。いやでも親いなかったら毎日遅刻しそうだね。あーでも起きれるかはちょっと心配だわ。ちゃんと目覚ましとかかければ起きれると思うけど、いやでも寝落ちしたら大変だよ。でもね、なんかね生活に関してはあんま心配ないんだよな。唯一心配といえば起きれるかぐらい。なんかあれがどうすればいいか分かんないとかはそんなないんだよね。一通りの家事とかはできそうな自信はある。それは偉いな。うん、そうか、何もできんからよ。うん、料理とかも今調べれば全部出てくるじゃん、レシピとか。だからそれ見ればできるのかなって思うし。絶対楽しいと思うよ。全部自分の好きなようにできるしね、部屋とかも食うものも。部屋とかいじりたいんだよな俺。いそう、インテリアとかにこだわりたい。まあ、せっかくこうさ、あのアパートのさ、その部屋は自分だけで使えるわけじゃん。だからなんか自分好みにしたいなと思って、例えばキッチンとか台所とかさ、今だったらあのみんなで共用だけど、一人で使えるから、これ自分のね、自分の使いやすいのできるのかなって思う。自分のことだけ考えてできるじゃん、自分しか使わないから。だからそういう面ではなんか生活とか楽なんじゃないかなと思う。いや自分の部屋欲しいわ。俺今まで自分の部屋もらったこと一回もないから。あ、そうなんだ。ストレスってあるじゃない。まあね、時間がないけど。確かに。なんかもうさ、遠山の部屋はさ、なんかもう自分だけの領域って言ってんじゃん。まあそうだね。俺もね、あのなんか一人になれないのは苦手だから。だから多分寮とか多分苦手だよ多分俺。集団生活とかは苦手だから俺。なんか一人でやった方が何でも楽みたいな、そんな感じだから。じゃあ何だっけ、会津についてのいいところ、会津のいいところなんかありますじゃあ。そう、俺さ、うん、俺小さい頃さ、めっちゃあいつに不満持っててさ、うん、あいつなんもないんだ。まあ確かにな。なんもないって言ってたあれだけど、
遊ぶとこないし。まあね、確かに少ないわ。それが不満だったわけだ。しかもさ、雪も多いじゃん。うん、雪多いからさ、その冬場とかさ、ドンキ行こうとかなってもさ、うん、なかなか行けないじゃん。そうだね、まあ、ドンキに出来ただけありがたいんだけどさ。うん、うん、確かに。でもさ、最近めっちゃ頑張っていいと思うよ。どういうところ？例えばさ、スタバ作ったりとかさ。そうだね、うん、あと、なんだ、映画館もできるんでしょ。うん、うん、そうだね。あと、神明通りにもしかしたら無印ができるかもしれないっていう。あ、そんな話なんだ。そうそうそう、それは初めて聞いたわ。あと、そんぐらいかな。へえー。まあでもね、あっちの方、てか、なんか小出しの方ではね、でも今発展してるのって。なんか欲を言えば、もうちょっと駅前を逃げ合わせてほしいなって思うけどね。そうか、神明通りとかさ。そうだよね。神明通りの店さ、うん、リオン通り潰れたじゃん。うん、もうダイソーとかしか行かないな。確かに。あと服屋ばっかだもんね。服屋ばっか。そもそも、うん、そもそも閉まってるとことか多いしさ。そう、やっぱさ、それもそうだし、なんか学生向けじゃないよね。わかんない、なんかお金持ってる大人向けみたいな。そう、おばちゃんとかね。そう、なんか女性向けじゃない、だいたいさ、服屋とかってさ。そう、俺ら行って面白いところはね、ないよね。ダイソーと、俺だったらコーヒー好きだから、あの、なんだっけ、ドゾールとかいいけど。あと行き前、あ、駅前だよね。駅前はね、何もなさすぎる。だから、居酒屋しかないの、あれ。居酒屋しかない。駅ビルとか建っててもいいよね。マジで、あの、駅の蕎麦屋とかもなくなったし。あ、そう、なくなったよね。なくなった。マジか、最近さ、ちょっと暇だったら食ってみようかなって思ったんだけどさ。うん。っていうかさ、喜多方駅に関してはコンビニが潰れたからね。あー、やばくね。やばいよね、今が。何するんだ、ね、ちょっと歩けばあることはあるんだけど、駅の中でな、になくなるのはやばくね。やばい。なんか、キオスクだかニューデイズが入ってたんだけど、それが潰れて、なんか本当に、改札と待合室だけの駅舎になった。もともとコンビニ以外でもなんかあってもいいよなって思ってたんだけど、まさかコンビニなくなると思わなかった。やばいよね。あ、でもあいつの駅とかさ、はい、お土産とかめっちゃいいんだけどね。うん、なんか駅の近くで何かやろうって言われても何もやることない。確かに。まあミスドあるけどね。うん、そう、ミスドがまだ救いだと思う。喜多方に関しては電車のあの乗り損ねた時にいる場所がないから、マジで駅の待合室にいるか、どっかふらついてるかだもん。で、駅の待合室とかも、めっちゃ混んでるから、高校生でめっちゃ混んでるから、なんか、本当にそこら辺歩いてるしかないんだよね。居場所なくて。まだ密度とかあるのは救いだよ、こっち。あ、でも、最近はでもね、めっちゃ歩いて住みやすいと思う。どういうところ？やっぱさ、意外と何でもあるんだよね。まあ、そうだね。普通に暮らす分にはいい。うん、うん、でもさ、まあ何でもあると思うけどさ、なんか車とかがないと行動しなく、しにくくない？歩きじゃちょっとあれだなっていう。そうそうそう。まあ揃ってはいるけど、車がないときついかなっていうのはある。自転車でも全然いいけど。雪降っちゃうとね。雪もやばい。まあ車も大変だけどさ。まあ、車の方がいいじゃん。電車はね、もう使えないから。そう。あ、おいって。てか、よくさ、喜多方の学校に通ってるから、なんか、ラーメンとか食ってきたりすんのってよく言われるけどさ、うん、学校終わる時間とかさ、全然ラーメンやってないからさ、学校で行ってる時にラーメン食いに行ったことほぼないんだよね。
るんだ。うん、だってもうみんなほぼ2時とか3時で閉まっちゃうし、だからもう4時とかに学校終わってもどこも行くとこないから、本当にでも昼とかに学校終わったらなんかラーメン屋行けるとかっていうメリットあるけど、夕方に終わったら本当なんもないから。やっぱさ、ラーメンってさ、うん、あれじゃん、夜に食うのがね、うまいじゃん。うん、確かに。ちょっとさ、まあ夜やってることはやってるとこはやってるんだけど、なんか外れたとこだったりするんだよね。そう、喋ってる。あ、そう、七日町。ん？そう、前さ、柳津まで行ってさ、七日町通って帰ってきたんだけど、うん、それ祝日だったのね、うん、でもさ、全然人いなくてさ、うん、やっぱ七日町ってさ、観光客命みたいなとこあるじゃん。あ、確かにね。でもさ、全然人いなくてさ、やっぱコロナまた流行ってるじゃん。すごいね、閑散としてるよね、七日町も。人多い時は多いんだけどね、マジですね。確かに。なんか地元の人が行くお店とかもあんまないしね。でもあいつは散歩してる楽しいと思う。ああ、まあ確かに。まあ何でもあるはあるけど、もう少しあってもいいかなっていうのはあるね。うん、あいつの良さってやっぱ橋重ねてやっと分かると思ってたよ。うん、あのさ、まあ、高一とかまでさ、あいつなんもね、早く郡山引っ越してとか言ったもん。でも確かに郡山とかと比べると全然なんもないよね。でもなんもないは正直今でも思うことあるけどね、俺。あ、そう。うん、まあ、あることあるんだろうけど、なんかそれぞれがしょぼかったりとかさ、距離が遠かったりとかさ、あるじゃん。早く終わっちゃったりとか、そういうのがなと思って。あと雪なんか降っちゃうけどさ、とさ、なんか あそこ行きたいけどもうなんか歩いていくの大変だからもういいやみたいな感じになっちゃうし、ある程度近くにあったらさ、雪降っててもあ行ってみるかってなるけど、そういうのない？あ、でもね、そうで、最近郡山行ったりするんだけど、うん、でもなんか、郡山でしかできなくて、うん、あいつではできないことみたいなのは、うん、なんか、そんなに思い出せないかなみたいな。あー、まあ確かにね。そう、別にあいつでいいかなみたいな。でもさ、郡山にしか、ていうか、あいつになくて郡山にあるお店とかいっぱいあるじゃん。で、そういうとこ巡るといいのかなと思うけど、まあ、普通に生活する分には確かに変わんないかもね。あれね、あいつちょっとそれ思うことあった。うん、なんか東京に普通の電車がない、なかったりさ、新幹線通ってないのに、ね、あ、確かにそれは思う。仙台行くのにもさ、郡山で、え、仙台っていうか、いや、仙台はね、あ、バスはあるけど、電車はないね。一旦郡山経由しないと、ね。そう。どこ行くにも郡山。福島行くのも、仙台行くのも、東京行くのも、もう何するにも郡山に一回行かないといけないからね。新潟とか行けるけどさ、何するにも一回郡山だから。でも郡山が県庁じゃねえか、県庁でいいんじゃないか。確かにそれは思うわ。福島ばあちゃんちあるからよく行くんだけどね。福島もいいとこよ。福島コミコミぐらいしか知らない。ああ。結構福島もね、なんか巡ってみるとうまい店あったりするし、結構あとばあちゃんがいろいろ知ってるからさ、なんか今あんま出かけないけどさ、前は結構いろんなお店行っててらしたよ。
全国でも使われてるように結構あると思うんだよね。確かにね。そう、なんか個人経営の店とか、結構有名なところあったりする。あとちょっと、ま、町のさ、静かなところにあるさ、個人経営の店とかあるじゃん。あるね。あそこって意外とうまかったです。そうそうそう。てかなんかね、あれだよね、どこに入ってもうまいもん食えるっていうかさ、大体うまい。そうそうそう、あいつもまずい飯屋行ったことない。うん、俺もそうだわ、それは飯屋はうまいと思う。なんか結構都会だと変な店入ってね、まずかったりするだろうけど、それがないからね、あいつとかは。それはわかる。駅前なんか、まあ駅前が一応中心なのかもしれないけどさ、見た感じ中心っぽい感じじゃないよね。俺的にはね、あそこら辺、国道ら辺かなとは思う。あ、確かに。よく考えると駅前ってあんまない、居酒屋ぐらいしかないし、本当に。居酒屋とホテルとピボットぐらいしかないじゃん、あそこら辺は。ていうかだんだん今さ、あの高座市の方が結構いろいろできてきてるからさ、あっちの方もあのなんかあの4級線沿いみたいな感じになるのかなって思ってきてる。高座市ってあの今カインズとかさ、スタバとかさ、ドンキとかいろいろできてきてるじゃん。あ、あの辺ね。そう、だからあそこら辺がめっちゃ高いんじゃないかなっては思う。てかなんか若松駅より西若の方がなんか結構利用する人多くなんじゃないかなと思うんだよね。そうなって、わかんない。西若の方が人無理かな。うん。てか駅前の環境で言ったら若松より西若の方が面白くね、なんか。ちょっと歩けばドンキあるしさ、ヨークとかも2軒あるしさ、ピボットもなんかあんまり品ぞろえ良くないじゃん。あとあれじゃん、なんだっけ、あの西若にさ、あの指名通りから行くような通りのところにもさ、いろいろあるじゃんの、GU とかさ。あるあるある。だからそれ考えると若松駅より栄えてるな感じしない？だから、ね、駅の周りでね、そうそうそう、確かに。いやでもね、俺ね、会津にね、ジローがあることはね、そうだね、確かに、ジローはでかいよ。ガチでかい。自動のおかげで結構人がいるってのあるよね。ジロー食べに来ましたっていう人が結構いるもん。あいつの人が結構商売いいらしいね。肉が美味しいらしいよあそこ。ああ、そう、もうジローの中でも肉がでかいらしいあそこ。あー、俺さ、うん、ジローってなんか初心者には厳しいやつ。うんうん、そんなことなかったんだよね、初めて行った時。いや、全然厳しくないと思うけどね。そうだよね。うん、あの普通にあのミニラーメンだかプチーだか食えばさ、量もそんなことないしさ、うん、なんか変なルールあんじゃん、ルールを書くみたいな。うん、よく聞くじゃん。うん、あいつらはね、あんま行かないよね。あ、確かに。まあ、低めに見てるっていうのもあるかもしれない。うん、本当はなんか注文の言い方とかもあるらしいんだよね。もう全然わかんないで言ってるけどさ。あと治安はいいよね。確かに。まあ、たまに変なって言うけど。確かに。
確かに治安はいいわ。確かにね。てかね、駅前をもうちょっとなんか発展させるとさ、もうちょっといい街になると思うんだけどね。あ、確かに駅がちょっとしょぼすぎるんだよね。うん、そもそも電車で来る人があんまりいないのかね。みんな車とかで来るだろうし、北方駅もね、コンビニも潰れるほどだからさ、あんまりお客がいないんじゃない、うん、電車とか使うさ。あの本数とか量数とかもだんだん減ってきてるしさ、なんか前はさ、あの俺ら乗ってた電車もさ、なんか4両ぐらいあったりしたんだけどさ、今2両だもん。そう、その上に本数が少なくなったりはしてるし、だから赤字なんじゃねえかと思うんだよな。偏見かもしれないけどさ、うん、田舎といえば祭りしか、うん、でもなんかさ、祭り少ないよね、やっぱコロナのせいでね。確かにね、夏とかめっちゃ祭りあんのにね、会津本当は、夏休みとか入るとさ、どっかしらで毎日祭りやってるような感じだったよね、前は。やってたね、これな、そうそうそう、もうちっちゃいとこだと本当にもうやんないもんね、今やんない、全然やらない。 ね、やっぱちょっとそれ面白くないよね、うん、っていうかあれだな、なんか住むなら駅が栄えてる街がいいな。なんかそこが中心みたいな感じになるしさ、交通とかもさ、あれじゃん、いいじゃん、うん、だからそう考えると仙台とかはさ、うん、でもすごいじゃん、駅とか、すごい、あそこで一つの街みたいな感じになってるからさ、そういうこと考えるといいのかなって思うよ。ちょっと人少ない寂しいやろってのある。そうだね。もうちょっと駅前いろいろ作ってくれると、駅前にさ、スタバとかできたらいいと思うんだけど。まあ、まあ、それは。もういっぱいいっぱいだよね、駅周り。なんか、何か作るって言われても。あ、確かにね。壊すもんじゃないっすよ。なんか、空き家っていうかさ、空きビルがいたんだよね。ああ、そうなんだ。多分そうでしょ。だって、あんだけ建物があってさ、全部にお店入ってたら結構、賑わってるはずだよ。思わない？まあ、まあ、何かしら入ってるかもしんないけどさ、まあ、その空いてるビルとかにさ、スタバとかが入ったらもうちょっといいんじゃないかと思うんだよね。うん、だイオンないよね、あいつ。ない。まあ、イオンが、まあ、便利でいいかなって俺は思うけど。ていうかよくさ、なんかよくさ、田舎といえばなんかイオンがあるみたいなことやるけどさ、こっちイオンもねえよなって思うんだよな。いやー、分かるわ。いや、イオンあるだけいいだろって思うんだよな。まあ近くてドンキだもんな、ここは。イオン確かにやってほしいわ。一応、ん？うん。確かにね。新名通りさ、うん、新名通り中郷があったりさ、うんうん、中郷なくなったね。そう、新名まっすぐ行ったところにサティがあったり。ああ、そうだね。っていうかさ、あのサティが、こっちのサティがなく、てか全国的にさ、サティがイオンになったんだよね。だから本来であればあそこがイオンになるはずだったんだけど、
なぜかなくされてしまったんだ。駐車場にあった。ね。いや、俺さ、福島とかにもさてやってイオンになったから、イオンになるのかなって楽しみしてたんだけど、なくなっちまって、あそこイオンになればよかったのね。なんで潰しちゃったんだろう。あのスペース駐車場はもったいなくね。いやでも私の周りだから、そう、なんかこういう山とか行けば分かると思うんだけどさ、うん、もう駐車場いっぱいいっぱいじゃん。うんうん。だからね、会津もね、まあ素直には、いやでもさ、あんまりこういっぱい止まってるのは見たことないと。あそこ結構でかい駐車場だけどさ、だからなんかお店作って空いたとこに、あの、なんだあの、なんか立体駐車場みたいなの作ってもいいのかなって思うけどね。てかあれじゃね、新目通りじゃね、駐車場少ないのは。あの、あれ、アーケードのとこ、 あそこ止めるとこないから来ないってのもあるよね。まあその前にもっとお店作んないといけないだろうけどさ。あいつがさ、募集センスを買ってたら今どうなったのかなって。あ、それは考えたことある。俺も結構でかい街になってたよな、多分。いや、まあ今のあいつは好きだけど、うん、気になるよね。確かに、なんか店長が、あの、若松になったっていう予想する人が結構いるよね。なんかね、結構見ても日本の話題でさ、うん、あいつの話、うん、あいつの名前結構あいつの話とか出てくる。うん、なんかちょっと気になるよね。確かにね。でもね、盆地ってのはね、結構ね、いいと思うわ。確かに、まあ、災害ないのはいいことだけどね。うん、夏は寒いし、夏は暑いしさ、そう、冬は寒いし、寒いしさ、なんかさ、暑いだけだったらまだ許せんだけどさ、なんかジメジメしてんじゃん、夏ってさ。ジメジメしてる。もうちょっとカラッと暑いならいいんだけど、夏らしくて、なんかすっごいジメジメしてさ、気持ち悪いじゃん、なんか会津の夏ってさ、それが嫌なんだよな。あとでね、トンネル苦手でさ、うん、あの、自転車で郡山行こうとか言われるんだけどさ、うん、お家だからさ、何が何でもトンネル通り。そうだね、トンネル通らないとどこも行けないね、確かに。好きなんだよね。うん、俺もね、トンネルはあんま好きじゃないね。てか、なんかあの、ん？すりすりところ欲しくない？確かに、それはもう。なんか、普通食べれるとこ、ケーリーとかさ、海とかがないからね、やっぱり。いや、やっぱ、まあそんな欲張っちゃダメだよね。うん、まあ海がないから災害が ないっていうのもある。うん、そうだ。ポーさん、おやすみ。おやすみ、ポーさん。凶暴、うわ、凶暴、凶、わ、わ、わ、暴力。2時間半で7.34 キロ、うん、そして消費カロリーは563。いや、仕事やったから。こんな感じです。上昇した高度24メートル。本当かな。こんな感じでした。はい、乾杯。よく頑張ったね。よかったです。よかったね。夕飯は焼肉です。ヨークの焼肉亭547円。これ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 、それ映してどうすんだよお前。いや、ドアップで映しとこうかなと思って。ポテトもなんとかポテトショックの時に入手してきました。肉です。寂しただね、焼肉。あ、うまっ。最高です。これつけて食べています。あれ、今度どこだっけ、中国。ガーリック、ガーリックドレッシング。これ美味しいんでしょ、肉につく。へー、ちょっと食べてみます。やばいよ、牛肉にはもっとあるかな。
おんま。すごい。確かにガーリックソースだ。すごい。この肉も美味しい。肩ロースに。うん。焼きそばうめえ。完食ペーパーで。